皆さんどうもパチシューです。チャ。皆さんどうもシエルです。チャ。さあ今日は授業だね、シエル。うん、授業だね。次の授業何先生だっけ。次は佐藤先生。あ、佐藤先生か。佐藤先生優しい先生でいい先生なんだよね。そうなんだよね、そうなんだよね。数学だったっけ。英語。英語か。じゃあ英語の教科書用意して待ってないとね。うんうん。学校に優しい先生が一人でもいるよって子はチャンネル登録と動画の高評価をしてね。他にもいるよね、優しい先生はいっぱいね。うん、そうだね。高梨先生と、うん、アーモンド先生と、うん、プリン先生と、うん、なんかだんだんおかしくなってきてる名前。クリーミー先生。うん、食べ物になってる。あ、お先生来た。来てないよ。なんだよ、じゃあその今のアは。何今のア。あ、本当に来た。お、本当に来た。あ、いや、引っ込んだ。あ、引っ込んだ。あ、で、来た。入った。あ、いや、引っ込んだ。あ、いや、引っ込んだ。えぇ、ー、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 え佐藤先生は？ロボットだよね。どういうこと？ どういうことですか？おはようございます。え、佐藤先生は？佐藤先生はクビになりました。クビ？なんで？なんで？佐藤先生に限らずこの学校の教員たちはみんなクビになりました。今日からよろしくお願いします。私が先生のロボタニ、ロボミです。よろしくお願いします。え、どういうこと？え、ロボットってことですか？いや、そんなことより先生たち全員クビってどういうこと？より良い教育環境を目指し、そういうことになりました。ざっくりしすぎだろ、説明が。え？ぬるい。ぬるい？今の教育環境はぬるい。あー、なるほど、そういうことか。え、じゃあ他の授業は誰が見てるの？だって、ロボタニ先生は一人でしょ？ロボフジ先生。あ、ロボフジ先生ってのもいるの？ロボサキ。ロボサキ先生ってのもいる。ロ。ロがいるの？なんで一人だけロなの？え？あと、ナンバー60。いや、統一してくれる？ロボバヤシとかで来るかと思ったよ。なんなんだよ！だったら、全部ナンバーでいいだろ、むしろ。じゃあ、もうここの学校の先生は全員ロボットになっちゃったってことですか？イエス。ま、問答無用。では授業を始めます。はいはい。黒板に何と書いてありますか？そう、小テストを始めますと書いてあります。まだ何も書いてないです。先生。はい、小テストを始めます。問題数は100問。うわ、時間は5分。無理だよ、はい、無理です先生。100問を5分、無理だよ。全問正解しなかった場合はグラウンドを100周走っていただきます。それでは用意スタート。いや無理だよ、5分で解けるわけないじゃん。無理だ、もう教える。いや、もうそのわずかな日陰に入ろうとするな。あちいよ、あちいよ。ここでいいじゃん。じゃあどこ、なんでわざわざそのここでよくない？じゃあ確かに。確かにじゃないよ。いや、もうこれ無理だ。しかもここも一周しなきゃいけないし。あ、じゃ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 。もう今何周？今まだ2周。いや、嘘だろ、おい。あ、無理だ。あちち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 。いや、もう終わりだよ、シエル。早く戻ろう、教室に。あ、そうか、もうでも次、給食じゃない？うん、給食、給食。行こう行こう。給食だ。給食、給食。給食などございません。え？え？給食ないんですか？なんで？ないんですか？なんで給食ないんですか？なんでないんですか？てんてん。ほら、疲れておかしくなっちゃったよ、てんてん。給食ないんですか？なんで給食ないんですか？あ、で、給食ないといい、生きていけないよ。午後頑張れないよ。いや、確かにそう、それはそうだよ。大丈夫、きちんと栄養素を取れるものは用意してます。はい、これどうぞ。え？何これ、何これ。栄養ドリンク、これを飲めば1000カロリー摂取できます。ちょうど1食分ぐらいだけど。いや、こんなのこれで給食終わり？無理だよ、なんかお腹すくよ、絶対お腹すく。そのカロリーは取れてるかもだけど。栄養分満点、これを5分以内に飲んでください。そして授業を再開します。えー、えー、えー、救急
回もないの？嘘でしょ？そんなそんな厳しすぎるよ飲んでる。うま。いや、美味しいは美味しいんだろうね。俺も飲もう。いただきます。一口でいきましたすごいな、パチ君。さすが、慣れてるな、うん、まあ、俺は割とそういう、こういう食事をとってるからね。うん、よくないよ。授業またするの？今日の時間割を言ってなかったですね。え、だ、4時間だよね、今日4時間。今日は夜の8時。え？20時まで授業を行います。それでは次の授業、国語。国語ですか？国語です。なんで映るんだよ走るん、やっと終わったね。ほら、もう持ってあげるから。今日はさすがにしんどかったね。何言ってかわかんないよ、もう。もう無理。もう無理って言ってんだ。ご飯もいらない。まあ、あの栄養ドリンクのおかげでお腹空かないけどね。もう寝る。なんでここ。作れってこと？ご飯。そう。え、やだよ、疲れてる。何でもやだやだやだ、私寝るんだからね。おやすみ。シエルン、シエルン、シエルン、ちょっととりあえず着替えよう。シエルン。何？いや、あのままずっと明日も明後日もあの授業じゃ俺ら体が持たないでしょ。体持たないよ、絶対明日5人ぐらい休んでるよ。そうでしょ。だからいい方法を考えたんだ、うん、何？学校に秘密の部屋を作ろう。うん、なんでそんな乗り気じゃない？また秘密の部屋を作って。秘密の部屋ばっか作りたがるんだから。秘密の部屋を作って、先生たちが混乱したら壊れるでしょ。先生たちが壊れるかな。ショートしちゃう？ショートするよ。そしたら前の先生たちが戻ってくるよ、多分。まあ、戻らざるを得ないか。そうだよ。だから秘密の部屋をとりあえず作って、絶対にバレない秘密の部屋を作って、絶対にバレない秘密の部屋を作ってさ。わかった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 。やろう、やろう。夜のうちに行くよ。はい、おやすみ。違うよ、今から行くんだよ。無理無理、明日学校サボってこっそりしようよ。今からやらないと明日みんな大変でしょ。みんなのためにやるんだから、これは。よし、エルン着いたね。おい、こっそり行けよな。いや、こっそり行ってるよ。それこっそりしすぎだろ。大丈夫だよ、誰もいないんだから。いねえか。よし、行こう。何？いや、びっくりするからやめてくれる？夜の学校怖いみたいなさ。行こう行こう、こっちこっち。シエルン、この学校さ、使われてない教室が一個あるんだよ。何その怖いの。こっちこっち。どこ？見て見て、ここここ。ほら。あ、ほんとだ、ガラリン。ここガラリンで、まださ、ロボット先生はさ、使われてない教室のことは把握してないと思うんだよね。うん、まあ、使われてない教室だから結局使われてないから使わないだろう。そういうこと。先生たちも把握してないと思うから、まずはここの入り口を塞いじゃおうよ。ロッカーで。なるほど、ロッカーでね。うん、あー、頭いいじゃん。よし、やろうやろう。そうそう、そうやって置こう置こう。で、こっちもよし、こうね。オッケーオッケー。よーし、いいんじゃない。これでまずは入り口のカモフラージュはできたね。どうやって入んの？こっちこっち。普通に入っても面白くないから。面白くないってか、うん、バレちゃうから、うん、黒板をまず壊します。ここを入り口にしよう。どうやって？これだけだとバレちゃうから、回転扉にしようか。あー、出た、ハチくんの大好きな回転扉。回転扉にしよう。よし、じゃあ作っていこう。おう。ここにシーケンスでこうだね。オッケー。あとはスイッチをどうするかだな。これだよね。こうして、よし、よし、シエルン、できたんじゃないかな。ほら、もうこれで完璧だよ、秘密の入り口。わかんないじゃん。ちょっとやってみて、シエルン。開け、ごま。ほら、いいね。閉めるときはここにこれセットしとくから、まあ、こっち側は別に何でもいいんだから。うん、オッケー、いいじゃない。オッケーオッケー。でもさ、先生たちがショートするのも少し時間がかかると思うんだよね。うん、俺らを探してさ、どこだどこだって混乱するまでに少し時間がかかると思うから、うん、ここに映画館を作ろう。あ、何それ、素敵。いいでしょ、映画館にしよう、映画館。じゃあよろしく。え、そうだよ、一緒にやろう。もうここは全部スクリーンにしようね。スクリーン、スクリーン。ちゃんと映画館っぽく作ろうよ。じゃあ、ちゃんと映画館っぽく作ろうよ。うん、じゃあ俺椅子用意するわ、椅子。
わ、いいねいいねいいね。ちょっとずらしておいてね。そしたら一段上げて。わ、いいね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。結構映画館っぽいんじゃない、これ。どう、映画館っぽいんじゃない。オッケー、できたんじゃない。天井近すぎん。しょうがないだろ、学校の一角に作ってんだからちょっと座ってみてよ、座ってみて。ここ、おお、見える見える。上見てみて。近っ近いよ、圧迫感すごい。まあ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 、いいじゃん、十分じゃない。まあでもこれでみんな楽しめるやつができたね。ほう、おお、よし、じゃあ明日先生たちの鼻の穴をブクランブしてやろうぜ。スクランブル、膨らましてやろうぜって言ったんだ。あ、膨らましてやろうぜか。よし、膨らましてやろうぜよし、シエラ楽しみだね今日ね。うんうんうん、よし行こう行こう。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。でね、みんなみんな、ちょっと大事な話があるんだけど。なんだっちゃ。あのさ、あの先生たち厳しいでしょ、めちゃくちゃ疲れるでしょ、さすがにライコちゃんたちでも。厳しいっちゃ、ダーリンがいたから来たけど、もう本当は来たくなかったっちゃ。実はさ、この学校に秘密の部屋を作ったんだよ。秘密の部屋。そう、しかも映画館だよ。どんなのを作ったんですか。この黒板の脇がね、スイッチになってて奥に入れるようになってる映画館を作ったんだ。使われてない教室があったの知ってる、一番奥の部屋。知ってるよ。そこを映画館にしたからさ、みんなさ、順番にさ、授業抜け出そうよ、お腹痛いとか言ってさ、抜け出してさ、そこに隠れよ。そしたら多分先生たち混乱して壊れちゃうからさ。楽しみだっちゃ。あ、やば、先生来たわ、早く早く。ちょ、順番にね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。皆さん揃ってますね。はい、では今日も授業を始めていきたいと思います。今日は9時までやります。9時、どういうこと。無理だよそんなの。では1時間目、社会。はい、1603年、関ヶ原の戦い。まだ何も言ってません。はい、今から小テストを行いますので黙って。100問、まあ今回は10分以内でいいでしょう。いや厳しすぎるでよ。いや無理だよ。あ、先生ごめんなさい、今日朝ごはん食べ過ぎちゃって。やばい、トイレ行きたいです。ダメです、我慢しなさい、忍耐力をつけるのです。あ、やばいやばい、燃えそう燃えそう。早く行ってきてください。行ってきます。よしよしよし。あー、開いていた。よし、一番乗り、みんな早く来ないかな。よし、わ、シエル、うまくいったかな、大丈夫かな。さあ次は誰かな。俺は最後に行こう、心配だからな。先生、ライコちゃんか。うちなんか病にかかって心臓が痛いっちゃ。死ぬかもしれないっちゃ。早く行ってきてください。保健室に、保健室に。もう病院の方がいいんじゃないですか。とりあえずどうぞ。行ってきます。だっちゃん、ごめんなさい。だっちゃん、ロッカーの手前を右だっちゃん。どこだっちゃん。ん、ここっぽいっちゃん。あ、はい、だっちゃん、こっちこっち。よし、ライコちゃんもうまく隠れたみたいだな。先生、私雪女なんです。ちょっと皆さんと一緒だと溶けてしまって、私存在がなくなってしまいます。16度に設定してもいいでしょうか。それはちょっと皆さんが授業できなくなってしまいますので、何とかしてもらえませんか。じゃあ保健室をキンキンにして自習しますので、今日だけ許してください。はあ、どうぞ お気をつけて。こちらですか。そしてここ、あ、開きました。わあ、すごいです。映画見ましょう。よし、どうやらゆきんこちゃんもうまく隠れられたみたいだな。あの先生、今度すまこちゃんだ。お父さんが足骨折しちゃったって言ってるんで、ちょっと病院に行ってきます。一番怪しい感じで言ったけど大丈夫かな、あれ。え、おい、おい、おかかい、はい、うえ
そう、で、アイドルのライブ見よう、アイドルのライブ。よーし、どうやらみんな行ったみたいだな。みんなうまく隠れられてるといいな。あ、先生。なんですか、まさかなんですか。すいません、ちょっとおしっこ。おしっこ、ではもう本当にすぐ10秒で帰ってきてくださいね。それまで授業をストップしておきます。みんなに迷惑かけたくなければ10秒で帰ってきてください。みんなってもういないんだけどな。まあいいや。わかりました、10秒で数えておいてください。10、やば、5、いや5秒って早い、2、いや早い、立つのが。まだ大丈夫、まだ大丈夫。こっちこっちこっち入って、よいしょ、よし、ふう、間に合った。よし、みんなうまくかけられたみたいだね。うん、いい感じ。わー、ワクワクしちゃうな。ね、ワクワクする。ライコちゃんたちはずっとこっち見てて逆に怖いけど。うん、映画より見たいものがあるんだろうね。なんだろうね。さ、じゃあ映画見よう。何見るんだっけ、ポニョ。みんな何見たい。うん、何が見たい。うん、こっからアイドル。なんで。ジブリがいいです。あ、ジブリいいよね。ライコちゃんはアニメがいいっちゃ。アニメいいよね。うるせえやつらとか大好き。シエルンは日本シリーズ見よう。去年のやめて、急に野球の日本シリーズ。しかも去年の微妙だし。へー、ディズニーもいいよね。もうさ、みんなが見たいの一個ずつ見ていけばいいんじゃないの。どうせ時間もあるしさ。そっかそっか。じゃあまずアイドルのライブちょっと見て盛り上がるか。そうだね。遅い、あまりにも遅すぎる。気づけば全員教室からいなくなっています。他の先生方に報告して探しましょう。どこに行ったんですか。まずはお手洗いですね。いらっしゃいますか、いらっしゃいますか。いない。次は保健室ですか。保健室に寝てらっしゃいますか。いない。ここにもいない。どこですか。おかしいですね、どこにいるんですか。皆さんどこに行ったんでしょう。教室はすべて見回りました。どこもいない。おかしい。残すは屋上のみ。屋上にいらっしゃるのですか。皆さん授業をサボってはいけません。いない。学校からは出ていないはず。屋上もいない。どこもいない。いや、もう映画6本も見ちゃったね。疲れてる、眠いよ。うん、3人は映画見てないんだよ、ずっと。もう帰ろうかな。もうさすがに帰ろう。先生ももう大丈夫でしょ。帰ろう帰ろう。夜遅くなっちゃうし、みんな帰ろう。緊急放送です。緊急放送です。緊急放送、なんだ、なんかあったか。何、学校内のすべての AI ロボット先生が機能を停止いたしました。明日から通常通り先生たちで授業を行います。おやった、シエル、作戦大成功だ。うわ、やったー、やったー、嬉しい。やったね。佐藤先生戻ってくるな。いいね。わあ、明日から通常授業か。わあ、嬉しいけども。嬉しいね。何？サボり部屋ができちゃったな。ダメだよ、サボり部屋に使ったら。サボり部屋よ、サボり部屋よ。それポニョ？サボりさ、サボりさ。毎日サボろう、学校嫌だ。いや、ダメだよ。学校はちゃんと行った方がいいと思う子はコメントで学校行ってってコメントしてね。じゃあみんなバイバーイ。コメント読みのコーナー、パチパチパチ。パチ君の好きな色は何ですか。私はキャラメル色が好きです。だって。おしゃれ。俺の好きな色はやっぱり黄色かな。シエルは、シエルはラベンダー色。シエルは聞かれてないよ。いいんだよ。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。